こんにちは、フィモーラのジョージです。もっと動画をプロっぽく見応えがあり、そしてドラマチックに仕上げるにはラットを使いこなすのがおすすめだよ。よくあるハリウッド映画なんかではカメラや照明に加えてラット、いわゆるルックアップテーブル、映像の中の色調を加工するためのコードで構成されるファイルを使っていろんな編集をかけているんだ。それでは早速このラットを使ってたったワンクリックで映像をドラマチックに変えるテクニックを見てみよう。まずは編集したいクリップをフィモーラにインポート、タイムラインにドラッグ&ドロップしよう。次にツールバーのカラーチューニングアイコンをクリックして色調補正のメニューを表示。ここで明るさや HSL、ビネット、そして 3D ラットの調節ができるよ。各機能のチェックボックスをオン、オフにして色調整を確認しよう。 3D ラットはこのミッションインポッシブルを彷彿とさせるアクションシーンの編集にぴったりだね。このラットだと今回の映像にはぴったりだけど、他の映像だとまた効果が違ってくる場合があるから注意してね。編集が終わったら忘れずに保存をかけよう。内蔵のラット以外にも好きなラットをインポートしたり、自分のオリジナルラットを作ることもできるんだ。ちなみにこのラットはどの動画編集ソフトにも転用できちゃうよ。 3D ラットは簡単に動画をライバルに差をつけるすごい一本に仕上げることができるから特におすすめ。フィモーラにはこの種類豊富な 3D ラットがあらかじめ内蔵されているからとっても便利だね。今回の動画はどうだったかな。ラット編集って意外と簡単でしょ。まだフィモーラを使ったことがない人はぜひ概要欄から無料ダウンロードして使ってみてね。フィモーラ動画編集では使える動画テクを随時配信中。チャンネル登録も忘れないでね。チャオ。